はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を、ご紹介しています。でこれまでに450冊以上の本をご紹介してきましたけれども、ジャンルや内容については、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にも、リンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらのやりたいことを全部やる時間術というタイトルの本です。で、タイトルというよりはですね、この帯に書いてある内容に惹かれて購入しました。1週間の仕事は月火水で片付けると。で、結構こういう考え方好きで、いろいろ取り入れようとしてみてるんですけども、なかなかうまくいかないですね。でだけれども、なかなかうまくいかないんで、つい買ってしまうというようなジャンルの本です。で、今日は面白かった内容を3点ご紹介をしたいと思います。で全体の内容としてはですね、ある会社を経営されている社長さんが、タイムマネジメントとか、あとはメール SNS の、使い方、切り捨て術というふうに書いてますけれども、そういったもの、あとは1週間は金曜日から始めなさいと、ここの帯で今言った月火水で1週間終わらせましょうというところ、とあとは考えるのは15分で、やめなさい、とあと頭の回転の早め方とかですね、そんなところですかね。で、結構トピック的な内容が多いので、面白かったところ3点ご紹介をしたいと思います。でまず1点目ですね、最近時短とかっていう言葉が流行ってますけれども、私ももともと時短とかマルチタスクっていう考え方が好きで、よくやろうとしていました。ですが多くの皆さんそうだと思いますけれども、同時にその複数の仕事を同時に進めるとですね、一つ一つの作業の効率が落ちてしまうというようなことがあると思います。で、今までそれで集中した方がいいのか、マルチタスクがいいのかずっとわからなくて、でも私どちらかというと集中力がないので、しょうがなくマルチタスキングをしていたというような感覚だったんですけれども、この本の中で説明されている内容で非常に面白いなと思ったところは、一つの行為に2つも3つもの意味を持たせると、もしくは一つの行為をいくつかの目的のために利用すると、つまり、一粒で何度も美味しい方法っていうのを考えるということが重要だということだそうです。でこの考え方は非常に重要だなと思っていて、例えば時間を節約するとか、一つの作業を効率化するとか、マルチタスクをして一つの時間内に複数の業務を進めるという考え方とは少し違っていると思います。つまりこれは時間も、無駄にしないだけではなくて、一つの作業の生産性も同時に高めることができるアプローチだというふうに感じました。ちょっと、ある意味ハッとしたんですけれども、これがですね、もちろん最初は一つの行為に2つの意味を持たせるので多分精一杯だと思うんですけれども、おそらくこういった意識を持って、自分の人生を送っていくとですね、一つの仕事が次の仕事につながるとか、一つの資格取得のための勉強が、次の仕事につながるとか、自分の人生の中で意味合いが広がってきてネットワークができてくるような気がします。これができてくると多分相当なスピードで自分が成長できるんじゃないかと思って、ハッとした内容でした。これから意識をしてみたいというふうに思います。はい、で次2点目なんですけれども、この方は社長ということで、いろんな方々とお会いすることが多いそうなんですけれども、その時にですね、メールの本文とは別に、PS という形で、追伸で、相手に覚えていただくようなコメントを必ずつけるようにしているというふうに書かれてました。で私ももちろん例えば飲み会の次の日とかですね、そういう時にはこういった文章を書くんですけども、この方は全て書いてるというふうに言っていたと思います。で例えば、相手の会社の商品〇〇を愛用して、3年になります、もう手放せませんとか、あなたと一緒にお仕事をさせていただく夢を見ましたとか、もうすぐお誕生日ですねとか、初めてお会いした時のことを今でも覚えていますとか、こういったことを書いているというふうに、言っています。で、これはですね、程度問題なので、例えば社長だからできることであって、例えば私のような、一平社員がですね、部長さんに毎回こんなことを書いていたら、面倒くさいと思われると思いますけれども、やはりですね、人間関係を作る基本としては、やっぱりこういったコミュニケーションというのは大事だなと思ってますので、これからもこういったコミュニケーションというのは欠かさずにいきたいというふうに思いました。私自身もですね、ちょっと周辺の環境が変わっている時期なので、
まあ、あえてピックアップした内容になります。で最後3点目なんですけれども、これは1週間の使い方についてですね。でこの帯にある1週間は月火水で片付けるという内容なんですけれども、まあ、5日間あると思って仕事をするとですね、どうしても5日間、かかっちゃうと。なのでもう最初の3日間で、仕事を終わらせてしまうと。で木曜日の使い方としてどういう使い方があるかというと、まあ、月から水までに行った仕事の進み具合とか仕事の問題点をチェックする日にしているというふうに言っています。で、まあ、予想通りにいってなかったら何が原因なのか早めにチェックすると。で、まあ、PDCA が回るような形にしておくということですね。で最後金曜日は、攻撃の日であるということが書いてあって、まあ、金曜日になるとですね、この方は翌週の仕事に備えて資料の準備やアポイントの確認をすると。でこうすることによって翌週が月曜日からやることはっきり、用意もバッチリな状態になり、1週間全体の時間密度が高まりますというふうに書いてあります。でもう一つ重要なこととしてやっていることは、まあ、普段は忙しくて頭が回らないようなこと、例えば、まあ、戦略立案やマーケティングといった中長期的な未来のことを考えるのですというふうに書いてあります。でもちろんですね、やっぱりなかなか難しいんですね。こういったことをやるっていうのは難しいんですけれども、まあ、少なくとも例えば金曜日の午後はそれぐらいのつもりで仕事を片付けるとかですね、まあ、そういった意識があれば少しずつ、まあ、業務のスピードっていうのも上がってくるんじゃないかと思いますので、ここまで極端な例っていうのは、まあ、私も初めて拝見しましたけれども、まあ、金曜日を次の週の準備に当てるっていうのは非常に重要なアプローチだと思いますので、私もできる限り努力をしていきたいなというふうに今感じました。はい、今日は以上になります。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また何かコメントとか要望等あればですね、気軽にコメントいただければというふうに思います。それでは今日は失礼します。